トモコンチャンネルです。はい、トモコンチャンネルが始まりました。はい、今回はね、この青島さんのキットのザ・スカイラインシリーズの、R32 のスカイラインですね、 GTR のちょっとね、足回りだけね、まあ色も何も拭いてないんですけど、足回りだけ少しね、作って、で、まあ純正のこの GTR のホイールもあるんですけど、僕は、富士見さんのキットの、前ね、作ってたあれは70かな、71かな、なんかのカローラのね、昔の、カローラのGT とか 1600GT かなのホイールが何個か余っているので、それをちょっとつけてみました。はい、まあこれがね、かっこいいかなとかって思って、でこの青島さんでもね、ホイールの形状っていうか、中にねキャップを入れるタイプじゃなくて、まあホイールとシャフトを刺すっていうだけのやつですね。これで言うたらこんな感じ。はい、もう普通だったらここにね、プラスチックのキャップを入れるんですけど、ゴムみたいなねキャップを入れるんですけど、これは刺すだけのやつですね。はい、まあ、これもね、富士見さんか何かのホイールです。はい、まあ、こんな感じで今、今回は GTR を紹介するんですけど、前回ねちょっと移動販売車を制作するとなってましたが、ちょっとプラ板とかがね、プラ板とかキラキラシールがちょっと足らなくなって、中途半端で置いてるので、また次回に、移動販売車は紹介します。今回はこの、R32 の GTR ですねを紹介していきたいと思います。はい、前にもね動画では上げてませんが、まあ Twitter とか、Instagram とかね、僕の TikTok とか、まあそんな感じでは上げてます。はい、足回りをちょっとね作って、ホイールもつけてっていう、まあ紹介はしました。はい、この動画ではね、まだ今回が初めて上げます。はい、で一応ね、まあ部品ごとに、これからまあ、内装も外装もね、ホイールも色を拭く前の方をしました。はい、で、まあ、まだねボディは色は拭けない状態です。もう引けだらけです。はい、であとね燃料タンクだけつけるんですけど、足回りはこのもうねつけてます。はい、
で、本当だったらね、これ純正で15かな16かなのスカイラインのね、ホイールなんですけど、僕はあえて14インチ、はい、実車でしたらね、スカイラインのこの GTR の方がパワーありすぎてダイヤとかね、ホイールが追いつかない状態になるかなと思うんですけど、まあプラモデルなんで、かっこいいかなっていう重視でやってます。今のところ色、これメッキぐらいには変えますが、メッキかシルバーかね、には変えますが、はい、こんな感じのホイールです。はい、フロントもこんな感じです。まあタイヤもねちょっと汚れてますけど、はい、こんな感じですね。で引っ張りのタイヤで、フロントがちょっと細いタイヤで、リアが太いタイヤになってます。はい、でまあほとんど横はね引けっていうのはないんですが、やっぱはい、これね、トランクの上ですね、トランクのとこと、屋根のとこ見えますかね、この真ん中のとこと、この端ですね。はい、でフロントのボンネット、こういうとこで、こういうとこ、はい、が引けになってます。まあ横はねそんなにはないんですけど、これね、ちょっと今ガンメタっぽいような感じの色になってますが、それを僕は色を、うん、面白い色ですね、まあこんな感じの色にしたら、いいかなっていう色をちょっと やりたいと思うんで、まあちょっとその色をね紹介するんでお待ちください。はい、お待たせしました。僕ね、まあこれ磨いたら、紙ヤスリの400番から2000番まで磨いて、ラプロスのクロスで2400番から8000番まで磨いて、そこから色拭くんですけど、まあ下地とか拭くんですけど、下地が白色にしようかなと思います。はい、白色か、まあね、ファンデーションクリームか、まあアイボリーホワイトか、まあそんな感じの白系の色に下地は拭きます。はい、でそこからまあ中間の色もなんですけど、上拭きでね2色にしようと思って、このまあ言うたらね、半分半分ぐらい、半分が違う色、半分が違う色っていう感じで、やってみたいかなと思うんですけど、はい、前にもねちょっと紹介しました、これガンダムカラーのシャーピンク、シャーピンクとシャーレッドっていうやつですねを拭いてみたいかなと思います。はい、で、これはね前にも、はい、僕の標本で置いてますが、色ですね。はい、まあこれとこれはね
下地黒色とかシルバーで中間の色で拭いて、その上からシャーレとシャーピンクっていうのを拭いてますが、まあ白系で拭くのであればこんな感じですね。ちょっと明るめ、はい、ちょっと明るめのシャーレットとシャーピンクとになるかなと思います。まあそれもね、やってみらなちょっとわからないので、まあなんとかね、今回はこういう感じでね、部品の紹介をしましたが、足回りも少しね作って、ちょっと紹介してやってみましたが、まあ先ほど紹介したこんな感じの、はい、メッシュ系かなのホイールとで、こんな感じの十字みたいな感じのホイールもあるし、でえ純正のね、スカイラインの純正のホイールもあります。はい、で今履かせてるちょっとね、昔のヤンシャみたいな感じのホイールとかもあります。はい、まあ色的にはこのね、シャーピンク、シャーレッドっていう色を拭いていきます。はい、まあこれからね、また燃料タンクつけたり、色を下地拭いたりとかして、やってみたいかなと思います。はい、で、次回、まあ今回はこんな感じで、今日は R32 の GTR をね少し紹介しましたが、次回はまあ材料をね、キラキラシールとか、まあ、またプラワンとか買ってきて、移動販売車をサイドバンパーと、リアバンパーを作ってね、やってみたいかなと思います。はい、まあそれでは今回はこんな感じで、R32 の GTR ですね、ザ・スカイラインシリーズの方の R32 の GTR を紹介しました。はい、まあそれではね、次回移動販売車を紹介しますので、よかったら見てください。はい、それでは次回の動画もね、お楽しみにしていてくださいね。はい、お疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それではバイバーイ。